皆さん、虹の橋の復活までもう少しです。頑張りましょう。とりあえずありものでデカ盛り料理を作りました。これを食べてから戦いに行きましょう。やったー、みのり、夜桜ちゃんのデカ盛り大好き。これはなんだ。お皿が置いてあるだけに見えるが、まさか透明な食材を使った料理なのか。夜桜、どれだけ料理の腕を上げたのだ。違います、その皿にはキャベツの丸ごと煮が入っていました。でもマジ何もないって。あー、気がつかない間に他のお皿も空っぽになっちゃったよ。これは一体なぜこの楽園を拒む。その声はメイウ。あなたが夜桜ちゃんのデカ盛り料理を消したの？ひどいよ。あの美味しい料理を独り占めするつもり？うまい料理を食べることができるのも、すべては現実、未来があってのことだ。この島から出ればお前たちに未来などない。真に滅ぼされるのだからな。ならば料理なども必要ないだろう。そんなことのためにわしが気持ちを込めて作ったデカ盛り料理をみんなに食べてもらいたかったのに。今の料理は残念でしたが、夜桜さんの気持ちは十分に伝わっています。この島から出たらまた美味しい料理をお願いします。ユミ。ユミよ、なぜお前はそこまでこの楽園を拒む。理由は簡単です。私たちは真から逃げるつもりがないからです。何？真がどれだけ強いのかは分かりません。もしかしたらあなたの言うように私たちでは手も足も出ないのかもしれません。ですが私たちは困難に対して背を向けたりはしません。強大な敵にこそ立ち向かい、そう教わってきましたから。教わった？そうか、お前たちの死は黒影だったな。では聞く。抜け人となって我々に歯向かった結果、あの最強とも言われた黒影はどうなった？地位も名誉も金も手に入れることなく無意味に死んだのではないか？黒影おじい様の死が無意味だったかどうか、それはこれからの私たちの生き様が決めるものだと思っています。何度聞かれてもはっきりと答えましょう。私たちはこの島を出ます。そして忍びとなり真と戦います。立ち止まった場所に未来などありません。未来は足を進めた先にあるのです。それが私の答えです。さあ皆さん行きましょう。私たちで虹の橋を作るのです。ならばやってみるがいい。どれだけ意気込んでも己の無力さを知るだけだ。どれにいたしますか？しまいます。マジそう思う。今日の乳搾りの経験は無駄にはしたくないし、我は千年祭でのパン作り競争の経験を無駄にはしたくない。皆さんもう少し
少しまともな経験をあげてください。もっといろいろと他にもあるんじゃないですか。時間切れだ。私たちの中で黒影おじい様は生きているのです。悪は滅びる運命なのです。あれだけ戦ったのに虹の橋は復活していません。私の力ではまだまだ足りないというのでしょうか。大見えを切っておきながら、この有様では黒影おじい様の思いにも応えられない。情けないです。これほどまでに無力だったとは。ユミちゃん、なでなで。ユミちゃん、なでなで。わしもなでなで。はい、ユミチン、なでなで。我もなでなでをしよう。皆さん、何なのですか。寄ってたかって私の頭をなでなでして。気持ちよかった。ええ、それはまあ、なんだか気持ちが落ち着きました。それは良かった。ユミチンは立派すぎるからさ、たまには肩の力を抜かないと。その通り。我らのリーダーであってもユミだけが全てを背負う必要はない。みんなの思いを一つにして戦う、それは黒影様にはできなかったことであり、我たちならできることだ。ユミ、黒影様を本当に喜ばすことは何だと思う。黒影おじい様の思いを継ぎ、その上で超えることです。ああ、わしもそう思う。だからさ、みんなで頑張ろうね、ユミちゃん。なでなで。ありがとうございます、みのりさん。ではお礼のなでなで。気持ちいい。もっともっと。ずるいよ、みのりちん。ゆみちん、あたしもなでなでして。こらこら、ゆみは疲れているのですよ。わしが代わりになでなでしてあげます。本当に？お願いよ、さくらちゃん。我もなでなでを所望する。なでなで。
私が何でなんでしたいし、なんでなんでされたい、みんなにみなりもしたいじゃん。黒影おじい様は言ってくださいましたね。ゆみ、美しい月になれ、お前ならなれる、きっとなれると。月は光を浴びて輝くもの、私一人では月にはなれません。でも頼りになる仲間が、輝かしい光が、私をきっと月にしてくれると思います。黒影おじい様、ありがとうございます。私に素敵な仲間を残してくれて。妙妙たる評価、誠に感謝いたします。小村ちゃん、どうしたの？難しい顔をして。小村ちゃん、慣れないことをするとお腹を壊しますよ。慣れないこととはなんだ。私が頭を使ってはいけないのか。じゃあ何を考えてたの？戦いとは何かだ。ほう、ずいぶんと哲学的やな。いろいろと考えてみて分かった。勝つと嬉しくて、負けると悔しい。それが戦いだ。ずいぶんと子供っぽい結論に落ち着いたわね。バカにするな。そこからさらに考えてみたんだ。へえ、聞きたい聞きたい。嬉しい悔しいはアスカとの一騎打ちの後に感じることだ。しかしお前たちと一緒に何かと戦っている時は全く別の感情が湧いてくる。別の感情？私は勝敗よりもお前たちの無事が気になるんだ。お前たちが無傷なら飛び上がるほど嬉しいし、怪我をしているようだととてつもなく不安になる。つまり私にとっての戦いはお前たちと生き抜いていくことだと悟ったのだ。今更ながらみんなに礼を言う。ありがとう、私に戦う意味を与えてくれて。わしは感情がないからよくわからんけど、今の穂村さんの話で目から汗が出てきたで。もうそれが涙なんだって。そういう未来も泣いてるやないか。そうよ、いいのよ、私は涙もろいんだから。穂村ちゃん、泣かせるような話はやめてください。泣くとお腹が空いてしまいますから。ほんとやあね、恥ずかしいから泣かせないでほしいわ。思い切りお腹を空かせばいいさ。この島から出たらみんなで焼肉パーティーだ。お金はたんまりあるしね。その通り、みんな行くぞ。私たちの力でさっさと虹の橋を復活させるんだ。
レッツスプラッシュ。それでは参りましょう。5、4、3、2、1、レッツユミスプラッシュ。お前だけは許すわけにはいかん。どうしたのですか。胸に手を当てて考えろ。心当たりがあるはずだ。いえ、そのいくら考えてもわかりませんが。仕方ない、ならばヒントだけやろう。びしょびしょにしてやるぜ。はい、お願いします。ヒントは勝率。これでわかっただろう。いえ、そのさっぱり。なんと無神経な女だ。だいぶ虹の橋が復活してきたぞ。もう少しという感じですね。まだ無駄な努力を続けているのか。とても忍びとは思えない言葉だな。この世に無駄な努力などない。私はそう教わってきたぞ。そんな甘い言葉にすがるより現状を見たらどうだ。いくら戦っても虹の橋は完成しないではないか。個人の力ではダメ、仲間で力を合わせてもダメ。これが現実なのだ。お前たちが大きなことを言えるのはただ単に経験が少ないからだ。無知だから恐怖も感じない。ただそれだけのことだ。もっと身の丈を知れ。その程度の力で真と戦うなどと少子千万だ。己、言わせておけば。ですが返す言葉がありません。よし、目標達成だ。
どうする？このまま続けていってもいつ虹の橋が治るかわからないぞ。なんとなく分かってきたんだけど、あの橋一気に直すしかないみたいね。一気に？あの橋はちまちまと力を与えてもダメなのよ。ビーチボールにゆっくり少しずつ空気を入れてもなかなか膨らまないでしょ。そうか、ドーンと一度に大きな力を与えればいいんだな。しかし大きな力とは言っても、今いるメンバーではどう戦ってもこれ以上の力は生まれないと思うが。そうだ、キリア先生と鈴音先生にも入ってもらおうよ。いや、俺が入ったところで爆発的な力にはならないだろう。そうね、もっと伝説級の力を持った忍びに加わってもらわないと。伝説級の忍び？でもそんな人この島には。ここにいるぞい。その声は。そうじゃよ、あたしじゃよ。ばっちゃん、どうしてここに？命運の不穏な動きを察知していたんでね。この島に秘密裏に潜入しておったんじゃ。ま、案の定こんなことになっちまったね。それならもっと早く出てきてくれればよかったのに。あたしはハレンチが大嫌いなのさ。またこの水着でピュッピュに巻き込まれるなんざごめんさね。まあ今はもうそんなことを言っている場合ではないわの。さゆり様、ここはぜひお手合わせをお願いします。さゆり様ではない、この姿の時はジャスミンとお呼び。あ、はい、ジャスミン様。まあいいだろう、水着で濡れ濡れなんざ性に合わないが、あんたらの真と戦う決意も分かったことだしね。だが戦うからには容赦はせん。本気でかかってこないと水鉄砲だろうと死ぬことになるぞ。死ぬことに。面白い、それぐらいでなくては意味がないからな。ただしジャスミン、こっちもその気で行くぞ。死んでも恨むなよ。脳ガキはいいから、さあかかっておいで。決断の時だ。行くぞ。これはなかなか楽しいものじゃね。その余裕いつまで続くかな。年寄りだからって手加減はしないぞ。みんな油断しちゃダメだよ。うちのばっちゃんはとんでもない強さなんだから。分かっています。ただ水鉄砲を撃っているだけなのに、この圧倒的な迫力、これが伝説の忍びなのですね。ビビることはない、私たちはこれから伝説になる忍びだ。伝説と伝説ならそりゃ若い方が強い。そうなの？そうに決まってる。ハレンチだね。一つ伝説を乗り越えたか。こうして最強に近づいていくんだな。
なかなか楽しませてもらったよ。手合わせ感謝する。今の戦いで生まれた力があれば虹の橋も。虹だ、虹の橋が治った。ようやくこれで帰れるのですね。大したものだ。さゆりの力を借りたとしても虹の橋を本当に復活させるとはな。お前も分かっただろ、これが私たちの力というわけだ。いや、分かっていないのはお前たちだ。何？絶望というものがどれだけ人の心を折るのか、今から教えてやろう。虹の橋が粉々に。せっかく直したというのに。なんてことだ。今まで積み上げてきたものが無になり、全身から力が抜けてくるような感覚。どうだ、これが絶望というものだ。私が味わったのもこれだ。真の本当の力を知った時、立ち上がる気力も失った。今まで忍びとして修行し積み上げてきた自信と誇りが一瞬で無惨したのだ。その時から私は考えを改めた。諦めることは悪ではない、逃げることも悪ではない。なぜお前たちは絶望に抗う？絶望から目を背けるという選択こそ人が安心して生きる道なのだ。最後にもう一度言う、お前たちがこの島から出る術はないのだ。さあ受け入れるがいい、この楽園を。至極当然の結果だ。どうだ、絶望をかみしめた感想は。この楽園で暮らしていく決心がついたか。さあみんな、もう一度戦おうよ。また虹の橋を直さないと。バカかお前は。お前たちが橋を直せば私はまた橋を壊すだけだ。そうしたらまた直すよ。ならば私はまた壊す。それでも私は直す。私は壊す。お前たちが諦めるまで絶望を与えてやる。何度でも何度でも。何がおかしい。なんかすごいね、楽園を作るのに全てをかけてるっていうか。貴様、私をバカにするか。ううん、そうじゃなくて、命運さんって熱い人なんだなと思って。なんだと。だから余計に思うんだけど、どうしてその気持ちを絶望に立ち向かうことに使えないの？ならば逆に聞く。死ぬと分かっているのになぜお前たちは真に立ち向かう？そんなの決まってるよ。私は忍びだから。みんながみんな真に立ち向かえるわけじゃない。だから立ち向かえない人たちの代わりに私が戦うの。そのために苦しい修行に耐えてきたんだから。命運、お前は言ったな。絶望から目を背けるという選択こそ人が安心して生きる道だと。その言葉に私たちは当てはまらん。なぜなら私たちは人ではないからだ。
私たちは人ではなく忍び、安心して生きる道など必要ない。お前たちは死ぬのが怖くないのか。私たちも死ぬのは怖いです。でもただ生きているだけの人生はあまりに虚しくないでしょうか。私はその虚しさの方がもっと怖いです。うん、そうだね。だから私たちは戦うんだよ。熱く強く生きるために。いいだろう。ならばもう一度だけお前たちの戦う姿を見てやる。え？もし真に勝てそうな可能性がお前たちから感じられたら、その時は島から出してやろう。その言葉忘れるなよ。私たちの熱い戦いで度肝を抜かすがいい。やりましょう皆さん。メウンさん、私たちの姿をしっかり見ていてね。行ってきます。姿は見せられないぞ。アスカ、気合を入れろ。なんで私だけに言うかな。というか、なぜお前が仕切っている。それはそうだ、私はお前たちのリーダーだからな。聞き捨てならんな。そんなこといつ決まった。私はお前たちと違って学生じゃない、社会人の忍びだ。リーダーになるのは必然だろ。まあ皆さん、名前だけリーダーにしておいてあげればいいのではないでしょうか。おいユミ、お前今しれっと何を言った。いいえ、何も言ってませんよリーダー。時間切れだ。うん、気にすることないってリーダー。いやいや、リーダーいつもご苦労さん。お友達は大丈夫かい。私たちは忍びだ。たとえ絶望が待ち構えていようとも、不退転の決意で前に進む。これが私たちの決意です。まずこんなもんかな。見ていてくれました？ああ、しかとこの目に焼き付けた。それじゃあダメだな。お前たちの力は感じられたが、それでも真に勝てるとは思えん。そんな、ここまでやってもダメなのですか？ふん、だが
わずかではあるが、可能性は感じた。そこで最後の試練を与えようと思う。最後の試練だと？ファイナルスプラッシュ。もしもの時に用意しておいたこの島の切り札だ。キリアとリンよ、この場にいる者たちをあそこに連れて行け。この島の切り札とは、まさかあの。しかしあれは動かないはずでは。魂のことなら問題ない。一体何の話をしているのださ。切り札の場所までは飛行マシンで行くことになる。戦うことに恐怖を覚えたらそのまま島の外に逃げても構わないぞ。もう止めはせぬ。舐めてもらっては困る。私たちはお前を納得させた上で堂々とこの島を出ていく。出なければ意味がない。さすがホムラちゃん、いいこと言うね。さあその切り札と早く戦わせてもらおうか。何が出てきても私たちが恐れることはありません。